こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出マニュアルの内容をご紹介します。マイペースで稼げるアマゾン輸出マニュアル。そのサポート方法。週3回、月曜、水曜、金曜日のサポートメルマガ配信。アマゾンではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が 扱うと危険な商品に変更されることがあります。昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。オーストラーアマゾン室サポートサイト。パスワード付きの記事等でサポート記事を配信しています。マニュアル会員専用チャットワークサポート。 チャットワークで1年365日、24時間、いつでも質問可能です。チャットワークでの質問に、チャットワークで回答するのは、今回までの特典になります。次回以降は、チャットワークでの質問に、サポートメルマガで回答します。マニュアルの内容、オーストラリア銀行口座解説。オーストラーアマゾンの売り上げを受け取るのに、オーストラリアの銀行口座が必要です。 しかし日本では解説できませんので、オーストラリアの銀行口座を提供してくれるサービスを使います。オーストラリアアマゾンアカウント登録。Amazon セラーアカウント開設方法が今年に入って大きく変わりました。チャットワークで確認しながら慎重に登録してください。これぐらい良いだろうとか、適当に登録すると Amazon 販売への参加 NG になることがあります。 オーストラリア,アマゾンで販売する商品探し。NG 商品。NG 商品を避けて儲かる商品を見つけましょう。輸送 NG 商品。郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸出ができない、つまり運べない商品。オーストラリア NG 商品。輸送することは可能であるが、オーストラリアで税関を通らない。 あるいはオーストラリア国内で販売できないオーストラリア国内事情による NG 商品。AmazonNG 商品。輸送やオーストラリア国内での販売も問題ないが Amazon が販売を禁止している商品。これらの NG 商品は今まで問題なかったのがいつの間にか NG になったり、逆に今まで NG だったのにいつの間にか OK になる商品もあります。 私の元にはこれらの情報が集まりますので、変化があり次第、会員の皆様にお知らせしています。購入者からの問い合わせ、アマゾンからの問い合わせに対する対応。日本の常識は世界の非常識。アマゾンの常識は世界の非常識。常識で判断して返事をすることが致命的なミスになることもあります。アマゾンで生き残るためにはコツがありますので、アマゾンで生き残るための対応方法をサポートします。 マニュアルサポートプランでチャットワークでの質問に答えるのは今回入会した人だけの特典になります。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています。Amazon がオーストラリアに上陸しました。日本に住んでいるならオーストラリアアマゾン副業で稼がないと大損です。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出マニュアル申し込みページを見てください。 なお今、YouTube 動画で見ている方は、ここをクリックしても申し込みページに行かないので、YouTube 動画の説明欄にある URL をクリックして申し込みページを見てください。a m a z o n i サポーター、堀秀夫でした。